オルティゲーラは、スペインガリシア州は、コルーニャ県のムニシピオ、コマルカドオルテガルに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は6956人で、ある。住民故障は、オーティガース、エサ、あるいは、男女同系のアーティケリーンス。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は 87.、87.60%。オルティゲーラは、 アコルーニャ県の北東部に位置し、コマルカド・オルテガルに属する。北は、大西洋、リアデオルティゲーラに面し、カリーニョと、東は、マニョンと、南は、アスポンティス・デ・ガルシーア・ロドリゲスと、アス・ソモーサスと、西は、セルディードとセゲーラの、各自治体と隣接、自治体中心地区は、オルティゲーラ教区のオルティゲーラ地区。オルティゲーラは、オルティゲーラ司法管轄区に属し、 同管轄区の中心自治体である。自治体市長はガリシア国民党のラファエル・ホセ・ヒロン・マルティネス。自治体表議員はガリシア国民党7、ガリシア社会党6となっている。オルティゲーラは22の教区に分けられている。ふとじは自治体中心地区のある教区。オルティゲーラの町とや、ありがとうございます。